あ、今が35歳なのね。うん。で、俺は19歳の頃に初めて配信して16年選手なんだけど、初めてうなちゃんマンは俺より配信歴が長いんだよ。天才なんだよ。レジェンドなんだよ、俺の中で。大好きなの。いないんだよ、こんなにレジェンドは。本当に。そうかな。俺の放送は、まあ、だってうなちゃんマン当時から。え？まあ、うなちゃんマンっていう名前だけは、ネームバリューでは通ってるけどね。だってさ、知ってる？うなちゃんマンさ、知らないと思うけど、とある、あ、多分うなちゃんマン教えてあげるね。あのね、毎週金曜日にやってるラジオがあるんだけど、アルカンドピースっていう、あの、アルカンドピースと乃木坂46っていうアイドルがやってるラジオがあるんだけど、その中の、7月かどれくらいかわかんないけど、忘れちゃったんだけど、その中で、うなちゃんマンの話が出たんだよ。知ってた？あれ、そんなでしょ。うなちゃんマン、うなちゃんマン。知らないよ、俺そんなチェックなんかしねえもん。俺はね、そのラジオを毎回聞いてるのよ、好きだから。そしたら、うなちゃんマン、あのね、アルカンドピースの酒井ってやつが、うなちゃんマンの話を出したら、うなちゃんマンでしょって。なんかあ、ゆきちゃんがアルコ&ピース好きとか言ってる。好きでしょ。そう、あの、酒井さんっていうその相方が、うなちゃんマンの、なんか、どう叩かれて、なんか、謝罪してる、なんか、勘弁してくださいっていう、そういう話を出したの。ラジオで。だから、うなちゃんマンもう最強なんだよ、マジで。ないじゃん、そんなのって。ツイキャスの流れを出すやつだって。でも、俺だって、俺あれだぜ。もっと言えば、ラジオで、笑い飯の、なんだっけ、バカに、あの、ラジオで俺ディスられて、吉本興業の広報に電話かけたかんな。え、それは切れた？え、うなちゃんが切れたの？それ。うん、怒って電話かけたの？うん。舐めてんのかな、お前、この野郎。一般人を、なんか、一般人ネタにすんじゃねえよって、この野郎って。芸人だったら芸やれや。おめえなんか芸ねえんだよって笑い飯よって面白くねえんだよ。M1 一回取ったぐらいで、あぐらかいてんじゃねえよって思った。お前ら面白くねえんだよ。アルカンドピースもネタになっちゃったんだ。まずいよね。アルカンドピースでも電話かけてよ、マジで一回。マジで。まあ、グレーの久しも俺に電話かけてきたけどね、放送中に。知ってるよ。もう、うなちゃんなんてもう、あれじゃあもうグレーの久しとも仲いいの知ってるよ。だから本当俺なんかレジェンドなんだから、マジで。だもっと輝いてよ、うなちゃん。え、今ってうなちゃんこの配信ってあれなの？規制かかってんの？おすすめは、乗らないよ。でも乗らないのに200人とかちょっとやばくない？うなちゃんやっぱこの間ちょこっとおすすめに間違って乗っちゃった時で1800人ぐらい来たけどね。マジで？やっぱさ、うなちゃんさ、やっぱ時の人なんだよ、もう配信会で。だもっとさ、俺なんかさ、どうかな、そんなさ縮こまってないで、もっとガツンと出てほしいの俺、マジで。本当に。いや、だからだって俺はいいのよ、もうみんなが違うね、だってさ、うなちゃんが、ね、じゃあ、うなちゃんが、ね、どう思ってるか分かんないけど、今、自分の状況を。もうね、だって、プロのリスナー、ね、プロのラジオのリスナーさんたちが、もう、あの、話に出しちゃってるぐらいなんだよ、うなちゃんマンを。もう、配信といえばうなちゃんって言ってるぐらいなんだから、もう、うなちゃん、ここで一回ガツンって言っちゃったらいいよ、マジで。もう一回。まあでもそういう人たちはそっちの世界の人だから、俺はこっち側の世界だから。何を言ってんだよ、うなちゃん。負けないでよ。53歳ってお前ら。いや、負けてる勝ってるじゃないんだよ。全然で、俺本当うなちゃんなんか絶対誰にも負けないと思ってるからね。俺の中で、まあ、ベラ、まあ、あの、トークは大丈夫だと思うから。絶対負けないよ。誰にも負けないよ。トークスキルありすぎるよ、ほんと、うなちゃんは。ペラで生きてきてるからね。ああ、ミキアン、ありがとう。だってペラがなかったら十何年もやっていけないでしょ。うなちゃん。
バール事件が面白かっただけでしょ。主役は鶴の神ね。ああ、あのさ、もうここ行っちゃうね、みんな。うん、だってさ、俺わかるけど、それそのネタもわかるけど、そのネタははっきり言ってラジオで言ってました、アルコ&ピースが。でもそれって結局、うん、うなちゃんが面白くしてるだけじゃん、はっきり言って。そせーん、勘弁してくださいよ。そう、結局うなちゃんが面白くしてるんだもん。悪いけど相手側だけだったらもう面白くなってないんだもん。うなちゃんが面白くしてる、多分違いだよな。そう、だからうなちゃんが面白くさせてるから盛り上がったんだもん。ああ、森友、おはよう。もううなちゃんのあれだよ。もう、あれだよ。全部もらっちゃっていいよ、全部。面白さ。うなちゃんがあれやんなかったら面白くなかったもん。だって、はっきり言って。いやいや、話が面白かったらもっと人来てるだろう。いや、来なくていいんだよ。このぐらいで。いやだってあれ、うなちゃんが何も反応してなかったら絶対面白くないよ。悪いけど、ただの喧嘩だよ、ただの。いや、まあ俺は喧嘩はしないけど、うん、でもしてなかったじゃん、うん、で、うん、あそこでうなちゃんがね、あえてね、謝罪にね、すいませんでしたって、怖いです、すいません、許してくださいっていう、そういうね、うなちゃんのね、あのそういう芸を出したところがもう最高だったよ、本当に俺にとっては。いや、もう、だって死にたくねえからな。ドア開けたら怖いよね、怖いよね、やられっからな、ね、でも普通の人、あれで開けれるやつは開けてみろよって。本当だよ、あれ絶対殺されてたよ、本当に、うなちゃん、うん、マジで。普通だったら向こう酔っ払ってんだ、ベロンベロンなんだもん。だってあれもね、入り口のドア壊してたもんね、はっきり。うん、もう全力で来てんだからさ。うん、でもうなちゃんは早くおまわりさん来ないかなって。そうね、やっぱでもうなちゃんやっぱああいうとこでやっぱ全速力では向かわないよね、やっぱね、怖いもんね。うーん、一回引くよね。そうだよね、やっぱ引くところがいいよね、うなちゃんの。その俺その大好きなんだよね、なんか全速力向かないところ。うん、一回リスナーさんを遊ばせるところが大好き、そういうところ。まあ森ちゃんね、あれもね、うん、俺はね、まああの方を訴えてはいないんだけど。でも捕まったんじゃないの、向こうが脅迫されたっつって俺を訴えて、俺パクられたけどね。おかしいじゃん、そんなやっちゃうよ、だからまあやっちゃうよ、いいの、いや、いいよ、ほっとくよ。もうそれも罰金払って終わったから。でもあれだよ、これから。でもムナちゃんもあれだよね、一切なんか他の人にヘイト向けたりしてなくなったもんね、最近。うん、しないよね、全くしないよね、本当に、うん、そこがなんかいいよね、なんかちゃんとなんかするときはするで、しないときはするで、本当になんかメリハリつけてるのが本当うなちゃんのいいとこだと思うんだよ、ね、なんかいつまでも引きずらないところ。うん、俺はもうすげえかっこいいと思う、うん、誰かと喧嘩する気はないし、うん、うん、本当にずっと見てられるもん、うなちゃんの。まあ、うん、なんで俺に喧嘩売ってくるのかな、この人っていう感じ。うん、いいんだようなちゃん、それでいいんだよ。だってうなちゃんなんてもうあれだよ、うなちゃんに勝る配信力なんかいないんだから。もう圧倒的覇王のあの光を見せてた方がいいよ、もうバクッと。まあね、うん、他の誰も負けないんだから、誰にも負けないよ、もううなちゃんに。今は若手が今勢いがあって、みんながお金を稼ぐことに、うん、そうでしょ、結局金でしょ。でもうなちゃん金じゃないじゃん、うん、結局。まあまあ俺はな、そう、うん、俺そういうとこかっこいいと思うんだよね、本当に。アッキーな、50過ぎて切れたらかっこ悪いっすよ。まあ分かってんだよ、だから俺は切れねえ、うん、いや俺本当に
あのまあもうこれあんまりちょっと長いせいでもあれだから落ちるけど、うん、本当にうなちゃんの生き方本当大好きだから、これからも本当にお願いします。本当にまあまあのんびりやるよ。はい、本当にあの応援してるんで、ありがとう、うん、はい、じゃあ本当にあんまり俺長いするの嫌いだからすいません。あいよ、頑張ってください。ありがとうね、ありがとうございます。まいよ、頑張ってください。はい、はいはいはい、あねえ、コラボの方ありがとうございました。うるさいんだよおめえは、クソがよ。よいしょ。毎日画面に怒鳴り散らしてるやつが何か言ってる。いや困りんけ、俺別に何も言ってないよ。うん、困りんけが怒鳴り散らして もらいたいだけでしょ。フラットはポッポー決まった、あらす、あらす、ありがとうございます。こうやってね、茶爆が上がることによって、僕ちゃんの、生きる生活の道が、まあ、できるわけですよ。うん。ありがとうございます。でもね、ナムさんいつも格好はつけてるつもりはないんだけど、ついちゃうんだよね。ごめんね。他の配信者は、まあ、どうなのかわかんないけど。おかわり取ってくるわ。香川くんとか最近頑張って、イケメン、風味を出してるけどね。笑ってみてるけど。されてんな。金でも入ったのかな。うん。あっちこそ助成金入ったんじゃねえの。向こうだろ、これ。クソみてえな商売やってよ。あえて言わねえけどよ、うん、かっこつけてなかったら偽物のブランド品買わないでしょ。いいんだよ猫股、俺がつけてら偽物も本物なんだよ。アンク、ただいま。レイピア、いつもありがとう。精神力っていうか、まあ、偽物でも本物でもどっちでもいいんだよ、結局なんだから。ああ、そうですかって話。まあ、てめえの女に俺はまあ、ケロにもカルテとか買ってやるのはショップ行くよ、それ一緒に行って買うけど、買ったけど、そういうの
以外は俺はどうでもいいわみたいな感じ。これ本物だよとか言うのは恥ずかしくない。だから言う本物だよとか言ってお前らが見抜くのを待ってんだよ。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ、なんかゲームやってんだよ俺は。おじさんはゲームやってんの。ピーコーなのか何なのか。どう、そういう遊びだよ、もう。んなの。うん。うなはたとえ本物持っても偽物扱いされるから本物持つと損だよね。ああ、俺本物なんか買う気ないよ。ここで宣言しときます。何持ったって偽物って言われるから。うん。困ったら全部ネタで逃げる。いや、物持ちはネタも何もねえじゃん。持ち物だから。困りんけ。何言ってんのお前。頭おかしいのかよ。頭かやめろよ。もう寝ろよお前。うるせえから。いつも張り付きやがってよ。あ？なあ。あ？なら。俺らに嘘つくのはいいけどさ、傍若にも嘘ついて。例えば、猫、また。傍には俺は嘘はついてないよ。うん。なんか言ったっけ、俺。俺もだめ。いやいや、俺は買ったやつが俺はこの金額で買ったんだよって、だから本物だと思って買ってるよって言ってる。別に騙されたと思ってない。ピーコを買ったって自分で分かってるんでしょう。さあどうだろうね。まあ、クロマーツ買ったことある人だったらわかるけど、クロマーツってギャランティーカードつかねえから。な。うん。ギャラカーつかねえから。これ買ったことねえやつが、ギャランティーカード、ギャランティーカードって、お前ら、お前ほんと知らねえんだよ。つかねえから。あ？バカがよ。お前らクズなんだよ、本当によ。なんも知らねえの。わかった。アンチは買ったことはないと思うよ。うん。だから、ギャランティーカードを出せとか始まっちゃうんだよ。ないんだって、クロマハツは。だから分かんねえの。バカだから。買ったことねえから。買いに行ってこいよ、じゃあ。ケビー。でも、クロマーツなんかもう今更の話だよな。正直。
シルバーアクセはもういろんなブランドが出してるから別にクロムじゃなくてもいいんじゃねえの。どうなの。